Hello everyone, this is Jen and I am back once again for Low Tide in Twilight. Twilight Out of Focus episode 7. So yes, I am so excited for Ichikawa and Jean to be an official couple. Yeah. So anyway, let's go and watch episode 7. Anyway, Jean already confessed. 前回までの俺はいいな。 Yeah, we're going to know about it. 菊丸食品はガッチガチの親族系。You。令和幼馴染。家族ぐるみの付き合いで昔の俺を知ってる唯一の友人。すごくいいってわけじゃないけど悪くない。うまくやれてる。まあまあなあなあ。他人に甘く自分にも甘。 不愉快体系嫌だな。この性格他人に合わせてばかり。だって嫌われたくない。会社本当に継ぐのかな。小学5年の夏休み、自由研究で俺はギョーザマンというゆるキャラの CM 企画を立ち。ギョーザマン。キュート。その表彰式で市川義一と出会った。いらん、無用だ。<笑> 俺は人生初の本作品でアカデミー賞を取る予定だった。He's always been so competitive.こんな子供騙しの賞しかもらえんとは。不甲斐ないったらあらしない。He's on a different level, his thinking.俺は早く帰りたい。一刻も早く。He wants more, he's craving for that.けどね、少なくとも審査員の心に響いたんだし。 He's so positive. 8、8でしかない。大体お前は何だ。ヘラヘラしやがって。人を慰めてる場合か。慢じてる時点で己を反省した方がよっぽど有益だろ、バカ者。他人にも厳しい。市川はずっと無然としており、ニコリともせず。短い映画だった。綺麗で静かだ。 He is his inspiration ever since. So he likes him since then? これお前か。そうだよ。言えばいいのに、昔会ったことあるって。言う好きってあった。それにお前絶対忘れてたろう。え? 輪をかけてバカに磨きがかかったか? うるさいな。お前はどうなんだ? そりゃ、この頃より随分痩せて Yeah, and he's the top. Well, I love who you are. You're a green flag. そうやって今までやってきて、相変わらず一本道。 But yeah, that's really not a good thing. だって、なんだはっきり言え。 いや、なんでもない。もう出ないと遅刻するぜ。 ちょっと引っ張んなよ。昨日の仕返しだ。くそ、なんで俺が。お前向いてちゃんと話せ。お前が。お前のことも映画のことも。逃げるなよ。好きとか言ってあんな。出て。そうしたら答えも出せる気がするから。答え出そうとしてくれてんだ。 I mean, come on. そうだよ。考えてるよ。ずっと。誰にも邪魔されないように用意しとくから。部屋で待ってて。言っとくけど、俺はまた手出すからな。俺だってそのつもりだ。なぜ俺が。なんと。 なるべく早く帰るか。ホーレン。小さい子かよ。主演男優賞。悪いなみんな。今日の俺は夜に。けど、いざ用意本番ってカチンとな。I didn't have a script. Wow. なあ監督。
どんなセリフなら振り向いてくれるんだ。お前の本音が聞きたい。お前の弱いところも知りたいだけだ。Weaknesses。督として部員に振り回されるのはどうなんだ。あまりにも不自由だ。自分の思うままに映画を撮りたくないのか。It's gonna be his hero。だって部員全員が楽しんでほしい。不自由だと思ったことはない。一度も。It's just naturally nice。千秋は服飾の学校へ進学するし、土屋が目指すのは報道カメラマン。ルディは国に帰る。Oh. 実家継ぐのに勉強したいし。例だけかな。映画の仕事を目指してるの。別のメンツ集めて続ければいいだろう。意識低いって怒りそうだな。そうかそうか。よ、喜んでる。いくつでも。映画は好き。好きだよ。知ってた。見てたらわかる。Oh my gosh. No, I know what's going to happen here. Oh my gosh. Oh no. Oh, oh yes. ついに蓄えた知識を実践する時が来たようだな。だったら黙ってろよ。黙らない。大体黙ってやるもんじゃないのである。言葉攻めとかいろいろ。そういう照れ隠しはやめろってこと。もう市川が照れ屋なのはバレてるから。俺だって自分の弱いとこ告白させられたんだから、今度はお前の弱いところも見せてよ。My gosh, he's me. 言うの慣れてない。初めてなんだ。初めてなのに期待してる。いい。今までの俺の人生で一番と言っていい。そのくらい。そわそわする。Oh my gosh, he's gorgeous. キスは。柔らかい。俺ばっかり気にするな。お前の好きにやれよ、ジン。To with everyone. 好きだ。好きだよ、市川。They did. 長いの選んだからな。途中で無音になったら照れくさい。The touch. 一回で終わらないって知らなかった。知ってた。It's crazy! Oh my gosh! It's insane! おいどうした？腰痛めた？なんでもない。未だになれねえ。What?今日から学祭準備なのに大丈夫？ Look at my own! 3年の泣き面を拝んでやる。いや、どうでもよくないよ。クラスに迷惑かけないようにちゃんとしなよ。じゃあ、市川のおじいさん、手術うまくいったんだ。そう。リハビリに時間かかるみたいだけれどな。市川、せっかく慣れてきてたのにな。寮出るんだろ？寂しいね。時々彼が手を止めて物思いにふけるとき、近寄りがたい雰囲気で、この距離がささくれみたいに引っかかる。He doesn't know how to approach him sometimes. ジン、3年間ありがとな。やめないで続けられたの、お前のおかげだぞ、ジン。このテイク使えるか、取り直すか。それから本当に。部長は俺でよかったか。いや、yeah. 迷い惑い転がったこの高校生活を無駄だったと後悔する、それとも輝かしい美談に誇張されるのか。好きな人の胸にくらいは焼き付いていて、俺がいなくなっても
市川とは学校でも時々相引き。Secret meetings. That's cute. お前、予備校は？今日はないな。まだ週2の通いだから。夏期講習から増やすつもり。そうか。ほら、また距離を感じる。恋人なんだから話してくれればいいのに。そういえば、俺市川に一度も好きって言われてない。もしかして、俺ばっかり好きに。Oh my gosh. He's overthinking. いちかってさ、俺のこと愛してるか？は？な、お前、学校来たら、え？見るな、なんでもない。ごめん、驚かせたか。まあ、俺に何かあるなら言ってくれ。最近考え事多いし、さすがの俺も不安になるよ。It's overthinking. ただ少し寂しいなと思ってるだけ。お前と離れるから。お前3年だし、どんどん時間なくなるし。We're running out of time. かっこいいセリフをワンテイクで決めるから、お前だけのヒーローでいさせて。市川が寮を出ても、俺が卒業しても、俺たちは変わらない。愛があれば乗り越えられるさ。なんと。I can stop smiling. お前のその精神論一辺倒なところがな。具体案なんもねえじゃん。仕方ない。俺たちなりに付き合っていくしかないよな。Have you guys noticed that when his hair is down, he's always with Jean? 残りの時間、ゆっくり過ぎてほしいよ。なるべくゆっくり。市川が寂しく笑ったので、俺はもう一度キスしようと思った。ゆっくり。スローモーションみたいに。インプリント。なくなっても忘れないで。スロー、スロー。1秒960コマの高速度撮影。カメラが回っていたらかなりいい絵になってる。Oh my god, it's just like Mao. なんなんだ、貴様が部の運営をしっかりやりすぎて俺が比べられるだろうか。この強烈なキクチャーラの公認で部長になる俺の身にもなれ。お前みたいなやつ忘れたくても忘れられるか。バカ、卒業してカットカット、何もかもダメ。部長ってまだ選ばれてないよ。お前恨みつらみを選ばれないんじゃないこれじゃ。いいぶよ。複雑だね。市川は部長のことが好きなのか嫌いなのか。Love it. ああ。Oh my gosh, this is so cute. Who are these people? What was that?Okay, guys, that's it. Oh my, and this is another lovable episode. Yes. Okay, guys, that's it for episode 7. And yes, I wonder how many episodes does this series have, because I checked the manga and it's confusing to me. It's confusing. Yeah, it's really confusing to me. Anyway, I hope we can get at least 12 episodes, 16.I mean, I love this series so much. And guys, as you all know, Low Tide in Twilight is about to end also. The creator said that the maximum chapter of this series is 100. So it's already in 97th chapter and the end is near. So I'm actually hoping for the animated version.Yeah, so Low Tide in Twilight is one of my favorites. So anyway, that's it, and I'll see you in the next one. Bye!